どうもこんばんは、白瀬ゴールドです。今日ね、また僕の友人の方からオーダーが来てます。まあ、そのね、オーダー一つ一つね、解決していかないと友達いなくなっちゃうんで、今日も解決していきたいと思います。じゃあ早速ね、そのオーダー見てみましょうか。どうも、おはこんばんにちは。いや、実はワイフがいきなり炭水化物ダメ絶対とか言い出して、毎晩レシピに困ってるんだ。なあ知らせ、なんとかならねえか。って聞いてる？ああ、はい。そうね、じゃあ、まあ今ね、話の内容をがっつし聞いたところによると、やっぱり知らせがね、いつも食べてる、まあ超激レアプロテインステーキ、プロテインステーキっていうか、まあ激レアプロテインステーキですね。これでまあ代用できるんじゃないかなと思います。じゃあとりあえずね、いつも通りちょっと料理の始めていきたいと思いますので、じゃあ皆さんよろしくお願いします。ってことでね、やってみましょう。はい、じゃあまずね、今日激レアステーキってことなんで、まず肉を使っていきます。今日使うお肉はオーストラリア産の、牛肉ももブロック、これを使っていきます。これをね、まあ、焼いていくわけなんですけど、まあ、焼き方とかね、いろいろあると思うんで、ちょっと皆さんとね、ちょっと 見ていきましょうかね。ね、まずフライパンをね、温めていきます。今日はね、もう速攻ですよ、もう焼くだけなんで、焼くだけなんで、もうすぐできちゃいます。まずいつも通りね、僕の使ってるこのココナッツオイル、バージンココナッツオイルですね、これを使っていきます。あー、上だからね、カチカチですね。あー、カチカチですよ、これもう。で、ココナッツは結構僕ね、この風味とか大好きなんで多めに入れます。で、肉の下ごしらえとしては、このブロックについてる胡椒ですね、スパイスが中に入ってると思うんで、もうこれ普通に使います。これをだいたいね、こう切れないときは歯でやりましょうね、皆さんね。はい、で振っていきます。で、大体こうまんべんなく振って、でこう4面にこうつけていきます。ね、これで大体表面に味がつきましたね。で、いつも通り僕が使うのはこの粗挽き黒胡椒ですね。粗挽き黒胡椒をこのトレーにまぶして、で表面にこう四隅にこういきます。で、これで肉の感じとしてはこんな感じです。同じね、まあ、これからね、フライパンで、ね、したこのね、あれは中火から強火ぐらい、若干強いぐらいですね。このココナッツオイルがね、十分に溶けて、フライパンがしっかり加熱した状態で、肉を投入していきます。
で激レアステーキなんでそんなねがっつり火は通しすぎません。ただ表面がしっかり焼けてないとあんま美味しそうに見えないんで表面はしっかり焼いていきます。もうちょっとですね。こんな感じです。こんな感じ、うん、いい音ですね。うん、焦げ目がついてきたんで、それで四隅焼いていくんですよ。四隅ブロック状なんで、肉焼いてる時って結構ね集中してるんであんまりねこうおしゃべりができないんですけど、まあいい感じですね。はい、回していきます。こういう感じで回していきますよ。ジュージューいってますね。美味しそうですね。で、その間にちょっと表面焼くところまでちょっと忙しいんですよ。はい、でこんな感じでこんがりしてきたら回していきます。ここで四隅しっかりね今ぐらいの焦げ目具合で焼いていきます。ここの調理だとね、結構強火でやってもね、いい感じに焼けたり焼けるんですよ、なんか。なぜか。はい。で表面がね、しっかり焼けたんで、ここから弱火にして、ちょっとなんか蒸します。弱火にして蒸します。でこの間に僕の方で野菜をね盛り付けるための野菜をこれからちょっと持ってきます。で今回使う野菜はこのサンチュ使ってみますよ。で焼肉巻いてやるやつですね。でこれをちょっと汚いんで、やっぱりこうジャビジャビと洗ってきます。ジャブジャブ洗います。で、水気を十分に取ってこれをね、これだとちょっとでかいんで半分ちぎります。で敷き詰め方としては、皿が埋まっちゃうぐらい、皿がしっかり埋まって、でその埋まった一枚一枚で肉をね食べれるようなイメージで置きます。OK。こんな感じですね。こんな感じに皿に敷き詰めてください。サンチュ。で、次に、後でね乗せるんですけども、イタリアンパセリ。これも使っていくんで、適量ね、先に洗っておきましょう。適量、適量洗ってこう、ここで思いっきり振ってください。思いっきりこう振って、で手でこうちぎっておきます。でちぎって置いておきます、どっかに。はい、OK。で、
そうこうしてる間にもうステーキが出来上がりました。出来たステーキを出来たステーキをまあこんな感じですね。マジこれから切っていくわけですけど、このステーキをね、まずフライパンに移します。移して中がね、こう結構こう、ほら結構いい感じ、こうこんがり焼けてるでしょね、いい感じこう焼けてます。肉がこの焼けてる肉をこう切っていきます。で、断面図をね、ちょっと後でお見せしますね。切りや一口ステーキだからこれ美味しいですよ。なんていうかね、お箸で食べれちゃうっていうね。あとでね、試食する時もね、僕お箸で食べますからね。はいはい、できました。で、盛り付けていきます。盛り付ける前にどんな具合かね、どんなレア具合なのか、これぐらいです。表面はこうこんがり焼けていて、中がもう激レアです。これローストビーフとはちょっと違うんですね。激レア、これをね、5枚ずつぐらいね、5枚ずつぐらいかな、4枚ずつぐらいかな。ちょっとね、今日はねあんまり量が多くないんであれですけど、まあ、こんな感じで盛り付けして、さっきのイタリアンパセリ、これをこれ間とかに上に乗せちゃうと、ちょっと後でね一工夫するんで、上に乗せちゃうとちょっとこのイタリアンパセリがしなしなになっちゃうんで、横に盛り付けます。盛り付け方としては、肉を隠さないような感じで盛り付けていきますね。お肉をね、感じです、で、この切ったね生肉の肉汁がね、ここにあるんで、こうしっかりね戻してください。で、ここにあるお粉タイムのねココナッツオイル、これは捨てません。で、胡椒とかも中にあってちょっとね味がついてます。で、これにちょっとしらせ流のね激レアのやつとしては、このココナッツオイルがね、もうタレにしちゃいますね。で、ちょっと甘辛のコクのある感じで、たっぷり野菜果実のコクの深み、濃厚だよ、もう焼肉のタレですね。これをドワーってね入れていきます。これえーって思うかもしれないですけど、これココナッツオイルとね、混ざったら結構うまいですからね。で、ここでしっかりこう混ぜていきます。で、ちょっと煮詰めます。ほんのちょっとですよ。そうするとことろみがね、こうついてきたの分かると思うんですね。とろみがつきます。味ととろみがついてます。OK ですね。で、これでこのね
こういう形状の皿に移ってますね。うん、これでタレができました。OK ですね。で、このタレをちょっとこの熱々のうちに、この生の状態のところに少しこう上にこうかけていきます。生の状態ね。はい、できました。これでしっかり味がね、生の部分も若干あったかくねなりました。こういう感じです。でちょっと盛り付けがね、失敗はしてないんですけど、真ん中に穴が開いちゃったんで、しょうがないな。どうしよう。確かこうやって切って、確か四隅になって。反対の方をこうやって、そうだな、こんなんでね。ちょっと寝かせて。はい、はい、じゃあ OK です。じゃあこれから激レアステーキを試食していきたいと思います。はい、じゃあね、激レア生ステーキですね。いつも僕が食べてるのはトレーニングの後とか、ヘルシーなね、ロース肉を使ったビーフ、これをいつもいただいてます。野菜をね、いっぱい取りたいんで、僕の場合は肉と野菜、半々ぐらい、これぐらいの割合でいつも摂取してますね。とりあえずキウですね。キウもらっちゃいましたね。はい、こんな感じです。こうかな、ど真ん中。さあ、今日もね、試食していきます。このタレね、ココナッツオイルがね、存分になってるんで、ちょっとね、味薄いなとかだったら、こうちょっと肉のとこにこうかけて食べてください。いただきます。今日はね、ちょっとね、せっかくなんで、いつも一口しか食べてないんですけど、何口か食べていきたいと思います。はい、でまずね、イタリアンバジルを上に乗せて、さっきやったこのサンチェですね、これに乗せていただきたいと思います。こ
んな感じです。はい、いただきます。うん。うん、美味しいですね。味がね、ちょっとこう、なんか変えてみたいとかだったら、トマトとかもね、一緒に食べたり、あともうほんと肉だけで食べたければ、肉の純粋なね、レアステーキ、味わいたければこうやって、タレだけ少し垂らして、食べてもいいですよ。うん。イタリアンバジルがね、すごい。うん、香りがね、強くて、でサンチュの葉っぱにこう混ぜ、挟んで、うん。うん。ほんならね、本当に脂身も少ないし、あと生肉、生の状態なんで、まあ、ビタミンとかね、破壊されてないし、栄養面でもいいんじゃないですかね。うん、レア肉で柔らかいんで、2枚ぐらいね、同時食いしちゃってもよくいけますよ。柔らかいから、ね、噛み切れるし。こんな感じでいっちゃいますね。カデカっすね。うん。一瞬食えなかったね。うん。美味しい、ね、無言で食べちゃうね、これね。うん、はい、ね、今日もね、まあ、ちょっと体にいいっていうかね、マッスルも意識した、まあ、メニューいつもお伝えしてるんですけど、今日もね、まあ、味もいい、結構ね、うん、うまくいったと思います。ぜひね、こう簡単にね、一瞬でできちゃうんで、で、うん、まあ、普通のステーキよりもね、焼き加減とかそんな難しくないんで、表面だけカリッと焼いて、ちょっとね、余熱でちょっと蒸してもらったりとかするぐらいなんで、もう簡単ですよ。うん、焦げないようにだけちょっと気をつけてやってもらえれば、簡単にできるんで、ぜひ、ね、試してみてください。はい、じゃあ以上、知らせずキッチンでした。